間違ってじゃねえ、クリスマスイブ間違って、あの寝るを押したらもう寝るをしてしまった。間違って記録を押すつもりが間違って、もう始まっちまったから撮るか。もう布団かぶって寝るっつったのに、もうちょっとだけ頑張ります。もうちょっとだけ頑張らせていただきます。どうもアザラシです。どうもアザラシです。おそらくパート38ぐらいだこのテンションの低さで。ありがとう、ありがとう福さん。あー、危ない。裏ぶれた気持ちで実況を始めようとしているし、裏ぶれた気持ちで喋り始めて、雪が降っている。恋人にはサンタクロース、背の高いサンタクロース、クリスマス背の高いサンタクロース。うわ、すっげえ雪、雪の日でテンション上がるような。雪のあまり降らない地域に住んでいるから雪が降ってると。今は小さい頃はすごく雪の降る地域に住んでたんだけど、今雪の降らないところにいるから雪がなんか懐かしいな。一面起きたら銀世界っていう、あの何とも言えない、あのなんて言えない懐かしさじゃないか、その非日常がそこにあるっていう感じが、まあ、これぐらいの雪でも非日常感あるけど、やっぱ全部真っ白っていうその非日常感はたまらんもんがある。たまらん。おい猫助、なんか猫助とかいう名前つけたいな猫には。大層な名前じゃなくて、ね、猫助みたいな。ほら食べな。犬だったら犬太郎みたいな。全部食べていいんだぞ。また持ってきてやるから。これ餌やったりやんなかったりあんまり関係ないのかな本当は。ついやり続けてしまったが、1日1本動画上げれるぐらいかな。結構撮りためたかも。実は他にもあるんですね。なんかダラッと撮ってみてはいいがみたいな、上げてないやつの動画とかあるから、そういうの上げていけたらいいな。広告収入でぬるい生活がしたいわけじゃないけど、一度ぐらい受け取ってみたいお金を。そのために8000円ぐらい稼ぐまでは、8000円稼がないとお金が手に入らんの知らんかった。100円200円でいいから手に入ったら、なんかやってきた実感が得られるかなと、それで得られると思ったんだけど、そうはいかんな。うん、1万再生の動画でだいたい1000とかだろきっとな。それを10本ぐらいいけたらいいんだな。だ無理だ、絶対遠いもん。そんなん絶対遠いもん。この調子で俺が上げていく実況って多分ずっとドリームキャストなんだよおそらく。あ、なんだよとか、タメ口で喋っちゃって。なんですよ、ドリームキャストの動画を上げていこうと思ってるんですよ、ずっとね。できる限り朝帰り、ろくでもね生活してらっしゃる。あのじゃあまたね。この人の生活を追ってみたいな。昼の1時まで待ちくたびれだから、ちょっと追ってみますか。まあちょっと原崎に挨拶してからまだいねえ。あ、いた。おい、おお、びっくりした。原崎どうしたの。ええ、何かあったんでしょう。いや、なんでも、いや喧嘩、いや、な、そうじゃない、そうじゃない。お願い、危ないことはやめて。大丈夫だ。私、葉月くんにもしものことがあったら心配するな。きっとよ。じゃあな。約束して。じゃあな。ああ、まあ、じゃあ、ああがった。これ覚えたいのにな。このやりとり覚えたいのに。まだちょっとうろ覚えだ。えって言った後は、えの後は、いやってなって。え、いや大丈夫だかな。それから、え、いや大丈夫だ、心配するな、じゃあまたなか。足取り遅そう。多分そのまま向こうまで上がっていっちゃうな。この辺の建物かと思ってたんだけど、そんなことないな。いや違うな、こっちか。この建物に居住してらっしゃる。つけよう。足滑ったな今。
ストーキングストーキングストーキングしましょう。ああずれた。お、どうした、不審に思われたか。あのじゃ寝ないのか、お家帰って寝るって言ってなかったか。監視しよう。ん？あれ？いる？あ、いた。ちょ、間違えた。間違えた。あー、ダメだ。ずれるずれる。もう降り出したらもう、あの、旋回できん。展開できん。ガンガン。留守かな？そら許すだわ。なんか最近ギャグ思いついたんだよな。なんだ？許すだけど許すっていう今のギャグを思いついたんだけど、そうじゃなくてもうちょっと洒落たギャグをなんか思いついた気がしたんだけど持ってた気がしたんだけど忘れちゃったな。あ、そうだ、それでなんだっけ、あの言いかけたけど途中でやめるって話だ。言いかけたけど途中でやめるのってなんか、はずきくん連絡して。わかった、その話だ。で、その、俺それその話いつした、前のパートで喋ってないか前のパートで喋った気がするな。言いかけたけど、その、やめようかって思ったのは、あれなんだよ。ドラフト会議の話で、日ハムが清宮を獲得 したねっていう話をしようと思ったんだ。でも、この動画がいつ上がるかわからんから、もう清宮のことなんて忘れ去られて、日ハムが昨日清宮が西ハムに入るっていうことをさ、別にその、全然ホットな話じゃない時期に話すことになるかもしれないなと思って、あ、これ別に言わんでもいいなと思ったね。あ、言おうかなと思ったけど、あ、別に言わんでいいなっていうね。あまりに喋ることなくて言おうとしたんだろうな、清宮のことはな。はぁ、無駄話するかい？なんなら、このまま清宮トーク始めるか？野球のことならそれなりに話したいこといっぱいあるよ。現実でそんなに話したいことはいっぱいある方ではないけど、野球のことならば。てん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 、クリスマスはなーって言って、まだ裏ぶれたクリスマスの話をしてしまう頃まだ危険だ。危険すぎる。今日って何曜日？時計、あの、カレンダーとか、あ、これだ。あるある。水曜日、普通か。クリスマスなーって話だな。だから清宮の話ですけどもね、あの日ハムファンなんですよ、私。アザラシ。日ハムファンなんですよね。うん。だで、まあ、清宮ってなんかね、ちょっとね、ムカつくところがあるというかね、なんか、他の選手と明らかに違うというかさ、早稲田実業だから、なんかマスコミをなんか、早稲田ってところで、なんか、やたらと持ち上げる感じで、鼻につく感じのプレイヤーなのさ。高校通算111本塁打打ってるけれどもね、なんかな、顔もなんかふてぶてしい感じでさ、あんまり応援したくねえなみたいな選手ならさ、それをまあ、もしも日ハム以外の球団に入ったんならクソみたいに叩こうかなと思ってたんだよ。まあ、クソみたいに叩くって言っても、ネット上っつってもまああれだけどな、その、別に匿名を上げた叩くわけじゃないよ。陰でこそっとね、清宮この程度だったらざまーみたいな感じのさ、その程度のことをさ言って、あのうっぷんばらしようかと思ってたらさ、一番自分の好きな球団に入ってきたわけじゃない。そうするともう叩けねえよな。なんか それでも叩くやつらがいるの分かってるから、そういうやつらがいると守りたくなる、逆に清宮をってなるんだろうなっていうのも今から分かっててさ、なんか守るのって辛いよな。うん、攻撃するのはな気が楽だけど、守るのって大変。攻撃するやつは楽だよ。斎藤佑樹が日ハムに入った時、斎藤佑樹もなんか鼻につく感じでさ、絶対こんなやつ応援しねえと思ってて、どこに球団に入るか知らねえけども、こんなやつ絶対応援しねえと思ってたらさ、案の定その斎藤佑樹も日ハム、案の定じゃないな、その時が初めて日ハムに入っちゃってさ、叩けねえってなってた。大谷もか？大谷も多分日ハムに入ってたら多分ちょっとくらいは叩いたと思うわ。でも叩いてない。叩けなかった。大谷も日ハムに入ったから。
叩こうかなと思う程度にムカつくなって思った選手が大体2チャームに入って入ってるからな、叩けなくなっちゃうんだな。もう斎藤佑樹の擁護とか苦しいよ、はっきり言って。でも叩くやつらがいるから斎藤佑樹守んなくちゃってなるんだよな。 なぜかな、何なんだろうなこの感情は。ただの逆張り、逆張り、ただの逆張り、天の弱なのかな。12時に第一倉庫の青い扉の前、ここかな第一倉庫、ここだな、ここで待ってればいい。あと45分間もここでこの雪の降りしきる中、いやそれは無理です、それは無理ですね。クリスマスだからなんかクリスマスっ気のある話するした方がいい、した方がいいじゃないな、しようかな、どうしようかな。クリスマスっ気のある話、プレゼントとかそういう女の子とそういうエピソードみたいな、あんましない方がいいな、墓穴掘りそうだな。なんだろう、それでもあの一つ思うのは、なんだっけ、女の子は記憶を上書きするけど男はなんかそれ取っとくみたいなんじゃないけどさ、振られた子とか好きだったけどダメになったとかそういう子でもやっぱり付き合ってたけど振られたとかそういう人でも頭の中にはまだ少し残ってて嫌いにはなれんなっていうのがあるな。こっぴどく、非常にこっぴどく、なんかそう最後は釣れない感じでっていうことになっても嫌いにはなれんよな。なんか離れて、女の人サイドからすると多分全然もう毛虫みたいに嫌われる、嫌われて終わりなんだろうけど、もう二度とみたいななるんだろうけど、男はやっぱそうはなれねえな。どんな、なんだろう、ひどい終わり方をしても、どんなひどい終わり方をしてもなんかやっぱ頭の片隅に残って元気にしとるかなとかそういうことを考えちゃうよな。男はみんなそうなのかどうかわからん。自分はそうだな、なんかな、多分クリスマスとかだとあの子はクリスマスにはどういう風になってんの、今何してんだろうなとか、ちょっとだけ心の 1% ぐらいの容量をそこに多分書くんだろうなっていう部分があるね。でもそれでも忘れていく人はいるけどね、名前すごく出てこなかったっていう。そう、大学の頃に好きだった、大学 3,4 年の頃に好きだって、そしてあのひでえ終わり方をした、ひでえな、なんかあの別に好きですとも言えずに、ただなんかこう仲良くしてたらそのうち嫌われちゃったみたいな女の子のことの女の子がいてさ、その頃の下の名前が全然なんか思い出せなくてさうーんって、何だったっけかな下の名前、上の名前はすぐ出てくるんだけど下の名前出てこねえなっていう、それを思い出そうとする時間とかがあったりするわけだ、無駄に。で思い出せて、あ、やっぱり俺まだ思い覚えてるなみたいな顔どうだったかなとかっていう、そんなに可愛くなかったはずだけど、でもそれなりに好きな部分があってみたいなの、なんかこう記憶の糸を手繰り寄せて、またもう一回それに触れて、あちちみたいな、何を言ってるんだ俺は、この全部の実況の中で何を言ってるんだ、クリスマスってのがいて、お、何この子、私が見つけた仕事でしょ、どんなこと言ってる、マイちゃん、マイちゃんって誰、マイちゃん誰、コロのバカに頼まれて見つけてきたんだ、いつも販売弁当を届けてるから馴染みの監督さんに頼み込んだんだよ。そうそう、色目使っておじさまお願いしまーす、なんつってしんどけ、バカしんどけ、どこへ行けばいい、昼2時までにアルファ貿易事務所の矢田さん、アルファ貿易事務所約束してあるから、昼2時までアルファ貿易事務所の矢田さんだな、ありがとう、ありがとう、そんじゃ本当にありがとう、オンに切る、やっちもねえ話をしちまった
時間潰すとなるとこんな風なことになりますね。ひどいことになりますね。大やけどだよ。あちちどこじゃね、大やけど、大やけどだよ。やってしまった。なんで人を好きになってしまうんだろう俺は、とかな思うよな。そしてひどく後悔するの分かってるのに。もう大学4年とかはもう目も当てられない日々だった。俺の中で、俺は本当に。何だ君も、矢田さんですか。前の大学の子は弁当屋の舞さんから紹介されました。それもいい思い出になるかと思ったけど、なりましたね。おお、弁当屋のところの舞さん、これはいい思い出になりました。辛い思い出として取り掛かってもらおうか。はい、俺の中の1ページとしてあるね。いつか語ろう、いつか語ろう、もっと詳しい話を。いつか、いや、いや、いつかかな。アンちゃん、フォークリフトの経験は？ないぞ。ありません。しょうがねえな。え、免許いるんだろ。荷物傷つけたら研究だからよ。はい。やらせてくれんの。おい、マーク、ちょっと来い。オーケーボス。オーケーボス。じゃ、君。あとはマークに聞いてくれ。わかりました。マーク、このワンちゃんにフォークを教えてやってくれ。オッケーボス。オッケーボス。にわかに盛り上がってる。ハズキ、リョウです。どうも。話が盛り上がってる。マークだ。 We're buddies。 仲良くやってこうぜ、ボーイ。 Good buddies。 フォークの運転は簡単だよ。 Really easy。 Really easy。 気になれるさ。あ、はい。あ、はい。じゃあこれ乗って。 Get right on。フォークリフトの免許とかないんだっけ？必要なんじゃないの？いらないのかな？じゃあここまでパート30。まあいいや、もうちょっと時間があるな。ここで次の引きに使ったら、次の人なんかこれ見るために開かないみたいな。よし、準備 OK だな。でもこれ、じゃあレクチャーを始めよう。セーブしたらあれだろうな。まずはその次のパート取らなくちゃいけないな。この中途半端とかやったら。グーッ、そうだ。ネクスト、次はアクセルだ。アクセル。ノー、それはリフトだ。いいかな。ノー、それはリフトだ。イエス、アイキャン。アイス。もっとしっかりアクセルを踏むんだ。はい。ウィー。オーケー。いいぞ、はい、ネクスト、バックだ。アクセルとは違うぞ。どこ押せばいいんですか？ L ボタンか。あってた。よーし、よーし、そうだ。最後はリフトのアップダウンをやってみろ。アップダウン。じゃあリフトも英語で言ってくれ。よし、A ボタンも押せばいいな。じゃあ次はそのボックスを運んでみてくれ。そうだ。すぐそこにある第三倉庫にこの荷物を入れるんだ。荷物を入れるんだ。ボックスの下にフォークを突っ込む。フォークを突っ込む。Next. そのまま上に上げて運ぶ。うん、クリスマスにこんな思い出がこんなことになってしまう。イージーだろ。よし、今度はお前の番だ。荷物は倉庫の中のマス目の上に置くんだぞ。今日は全部フィニッシュするまでトレーニングだ。いいな。残ったボックスを全部第三倉庫に運んでくれ。いつ、はい、動画の切れ目を。俺は仕事に戻るから、あとは自分一人でやるんだ。わかりました。まさかあれ全部じゃねえよな。これ全部
運べないのか。おっと、ちょっとスクリーンセーバー起動した。あ、こんないい加減なとこで持ち上げられた。フラ。倉庫に置かないと怒られるな。でも入んないんだよ。入った。この角度で、いい加減な仕事をしてしまった。やっぱ綺麗にいた方がいいな。綺麗に入った方がいいな。一旦持ち上げて、分かりやすい角度に置い、倉庫に置かないと。そうか、置けないのか。一旦持ち上げたら。でしょ。Stop this work there. Good eye かな? That better かな? わからん。やめていいでしょうか? どういう意味だろう? 一個ずつじゃないと運べないの。あ、そうか、もしかして。今日も終わりか。そうか、2個目から運べたりするかもしれない。もしかしたら、あのリフトの高さを調整してさ、下に。どうなんだろう。今気づいた。もしかしたらそうするかもしれんかった。おう、お疲れさん。お疲れ様です。多くの運転は覚えたかい。ええ、なんとか。バイト代はな、最初は荷物を1個運ぶごとに300円だ。荷物には毎日乗るのがあるからしっかり頼むよ。はい。ノルマを達成できたらバイト代を上げてやるから頑張ってくれ。わかりました。じゃあよろしくな。よろしくお願いします。少ねえな。そう考えると少ねえな。よし、じゃああとはもうこれも帰るパートだな。お家に帰るパート。もっと効率的に動けないよ。マークさん、マークさん、明日は朝9時に来てくれ。いいな。やだ。はい、わかりました。仕事を始める前にちょっとやることがあるんだ。はい、仕事の前にですか。ああ、そうだ。まあ、明日来てみればわかるさ。遅刻するなよ。怪しい。はい。悪そうに見えんけど、怪しい。よし、じゃあここまでしましょう。ほな、次のパートでお会いしましょう。ほなまた。